広島テレビ、HTV、で毎週金曜深夜に放送されている STU 電通。4月19日金曜日は、STU48 の中村舞、磯貝かのん、今村瑞希、岩田春奈、沖進む、旗の5名が、尾道市での課外授業を送る。同番組は、7つの県と1つの海を舞台に活躍する STU48 の面、バーが、瀬戸内の魅力を学び発信する瀬戸内情報バラエティ番組、彼女たちが週に一度開かれる学び舎に集合し、瀬戸内の歴史や地理、方言、トピックスなどを、クイズやゲームを織り交ぜ、楽しく真面目に学んでいく。前回に引き続き、学び舎を出て課外授業として訪れたのは、STU48 感度シングル風を待つの MV 撮影をしたお、おさむし。メンバーは、今回の授業で、尾道の人気、スイーツ店を巡った。綿菓子専門店では、持ち運びしやすいカップニュー、リア、お土産にも喜ばれそうなユニークな形。メンバーをびっくりさせた超ビッグサイズの綿菓子が登場。レモンやみかん、野菜などをフリーズドライして作ったパウダーでつけられ、ピンク、黄色、紫そして緑色まで、と、色も特徴的な綿菓子を堪能する。そして、新鮮なイチゴや八朔などを贅沢に使ったクレープが味わえる人気のクレープ店へ。中でも大人気の春いちごクレープ3倍盛りはスライスしたイチゴを花びらのように散りばめ、味だけでなく見た目も人気。ここではクイズに正解したメンバーだけがスペシャル盛りが食べられる。思わず顔がほころびそうなそのスペシャル盛りを味わえたメンバーとは、番組は4月19日金曜日深夜0:30、広島テレビ、HTV、ほか、山口放送、KRY、四国放送、JRT、南海放送、RNB、西日本放送、RNC、高知放送、RKC、で放送される。